天文シミュレーションソフトとは、コンピュータのデスクトップ上に再現されたプラネタリウムのこと。最初の天文シミュレーションソフトは何であるのかについては、諸説ある。初期の天文シミュレーションソフトは、ケプラの法則に基づき、ニュートンの方程式によって計算を行い、惑星間や地球月間を航行する宇宙探査機の軌道を描いたり、惑星の軌道を計算することで、 ある日の太陽系を北極側から観察できるソフトウェアのようなものであったとする説がある。その後、パーソナルコンピュータに搭載できるメモリが大幅に増えたことや二次記憶装置がパーソナルコンピュータ用に販売され、大幅にプログラムにデータを取り込めることになったことによって、製氷データや銀河データが組み込まれ、プラネタリウム設備に匹敵する構成を描けるようになった。 しかしながら弱点は、プラネタリウム設備ならば、大型のスクリーンに投影できるため、大幅に、構成数を増やしてもすべてが投影できるのに対して、パーソナルコンピュータ上のデスクトップでは、そのパーソナルコンピュータに取り付けられたモニターの解像度に制限を受ける点である。そのため、天体観測地などにおいて、観測対象を確認したりするなどの用途では、天文シミュレーションソフトが、 ポータブルに活用できるため利便性が高く、それに対してプラネタリウム設備は天体現象のわかりやすい解説などによって多くの観客に体験型の教育を行うのに適している。指定した日時の星空を呼び出せることから創作において星空を描写する参考としての利用もある。以下には日本国内で知られている天文シミュレーションソフトの代表例を掲載する。 他にもフリーソフトやシェアウェアの形で配布されているものがあり、これらは専門雑誌やフリーソフトのダウンロードサイト、インターネット検索により入手可能となっている。4D2U の項目にあるように常設のデジタルシアターや高性能を Windows Book で閲覧が可能である。代表的なソフトウェアとして一家が挙げられる。ありがとうございます。